死にたくないよ。それが本音でしょうが。死んで繰り返す以外に、俺に、俺の好きな人たちに好きだと思ってもらえてるって思っていいのか。許します。あなたに救われてほしいと、そう願っています。スバルンってば、ダフネに大口叩いたんですよ。ならせめて挑むぐらいまでは行ってもらいたいなって。愛は大事なんだよ。あの子が見たくないって思ってても、愛はそこにあるから。全員が全員おのおのの主張はあれど、夏希スバルを助けようとするわけだ。俺に肩入れする理由がほとんど理解も納得もできねえ。どうすればいいのかわからない。どうすればいいかわからない君の手を僕に引かせてはくれないだろうか。君を必ず君の望む未来へ連れて行くと約束しよう。死にたくない。だから犠牲前提のお前の手はもう俺には取れない。俺がお前に何度も救われかけたことだけは本当だ。お前が何を考えていたとしてもそれだけは本当だ。ガーフィールは外の世界を恐れている。状況の打破にはその呪縛を解く必要があるだろう。魔女たちはみんな根はいいやつらだったけど、エキドナは最後まで悪いやつだったなんて思われるのはごめんだ。僕は君に好意を持っているのは事実なんだからね。俺を死なせてくれようとしてありがとう。俺を死なせないでくれてありがとう。俺に大事な声を聞かせてくれてありがとう。俺はお前がわからない。でもお前が俺に与えてくれた死に戻りに助けられてきたのは事実だ。でもお前の言う通り、もう少しだけ自分を好きになってみる。あなたが死んでしまうことを、悲しむ人がいることを忘れないで。そしていつか必ず私を殺しに来てね。お前を救ってみせる。